皆さんおはようございます。ミスルナジオです。おはようございますっていうか、なんとですね、もう1時回っちゃったところなんですけど、9月8日の日曜日、大会翌日の昨日、ホテル戻ってから、ちょっとね、軽く、10分ぐらいかな、昨日の大会終わりましたっていう動画を撮って、その後ね、なんと、ちょっと多分すごい疲れが溜まってたのかもしれないですけど、なんか普段全くこう体がつったりしないんですけど、全身すごい体がつっちゃって急に、でちょっとこれ本当にやばいなと思って、急遽ね、いろいろスポーツドリンク飲んだりとか、コンビニとかで食べ物を少し買って、ご飯食べたりして、でそしたらもうなんか急にすごい眠くなっちゃって寝落ちしちゃったんですよね、布団で。で気づいたらもう朝の10時ぐらいで、結局なんか体がすごいだるくて、もうちょっとエニタイムねついてるんで、エニタイム行ってチェックアウトしようかなと思ったんですけど、ちょっとこれいけなそうだなと思って、まあそれもやめて、もうギリギリまで寝てたら1時になっちゃいました。まあ大会終わって、今日ねこの後2時にチェックアウトして、もうそのまますぐ新幹線で、千葉に帰って、とりあえず、昨日はね本当にたくさんライブ配信とか、あとは現地とかでね応援しに来てくれた方が、いらっしゃったので、なんとかね、頑張ることができました。はい、まずはねそれでちょっとすぐ感謝したいんで、ちょっと再三ですけど動画で言わせていただきます。ありがとうございます。あと1週間ね、大会までなんとか、ちょっと急に体が疲れてきたんで心配ですが、しっかりね、耐えて頑張りたいと思います。今ちょっとねお風呂入れてるので、少し体温めて、半身浴してから、チェックアウトして、それではね、それでは今日もね頑張っていきますよ。昨日食べ過ぎたから顔がやっぱむくんでますねなんとホテルに入浴剤がねついてますね。すごい。このホテルともお別れでございます。3泊4日お世話になりました。千葉駅の新幹線窓口、はい、お願いします。乗り場に到着しました。やっぱり日曜日なんでめちゃめちゃ混んでますね。はい、なんかもう駅前もたくさんお店があるんで、はい、めっちゃ混んでました。で今日もさっきもお話ししたんですけど、起きたのが本当1時過ぎで、チェックアウトするのに結構バタバタだったんで、まだご飯食べれてないんで、3時3分の、東京行きの新幹線で帰るので、席着いたらさっきセブンイレブンでご飯買ったんで、食べようかなと思います。一応今日は帰ったら
あのトレーニングする予定で、まあ、過ごしていこうかなと思います。そういえばこれあの新しく出たゼロカロリーのやつなんですけど、三ツ矢サイダーヨーグルト味めちゃめちゃ美味しいです。皆さんよかったら買ってみてください。あの3時3分の前にあの2時43分の東京行きがあったんですけど、あの券売機で切符買ってる時に残り10分しかなかったんですよ。だからコンビニ寄ったら間に合わないかなと思って1個遅い車両にしたんですけど、全然間に合いましたね。乗ればよかった。とりあえず、あと20分ぐらいしたら広島をもう離れるので、さよならします。広島から周りの迷惑にならないに、はい、ちょっと帰りたいと思います。あ、そうです。ご飯